たねて。キュンキュン。出来たてなの。鮭がさっちゃ。なんか落ち着くな最近丸を飲むと。うん、ああ美味しい。こんにちは、魚屋の森白鶴丸支店始まります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうした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 。みなちゃんが入りやすいように会場を温めてやります。あ、そういうテンションです。はい、酒かす大好き森さんの愛情たっぷり酒かす汁晩春の冷えた体も温めてキュンキュン。ということで今日は皆さんの体を温める酒かすを使った酒かす汁を紹介していきます。私酒かす大好きなんで、で酒かす汁めちゃくちゃ美味しいじゃん。めちゃくちゃ美味しい。うどんとか入れても美味しいし。入れたことなかった。入れてみる。入れや入れや。親弁出ちゃうで今日は酒かす汁に入れるのは秋鮭ですね。あーいいですね、はい、秋だ。秋を感じてもらおうと。やっぱ鮭とさ酒かすって本当に合うんだよね。味噌と鮭とかね、なんだろう、なんかこう発酵系のものすごい合うから、うん、これを使っていきます。でもちろん使う酒粕は白鶴さんの酒です。酒蔵見学に行った時にさ、うん、出来たての鮭だけどね、今日使うの酒粕を食べさせてもらったんですけど、はい、めっちゃ美味しくて、うん、でそこからね酒粕をこれちょこちょこ私レシピ使わせてもらってるんですけどね、うん、美味しいんだこれが。買えるんですかねこの白鶴酒粕。鮭粕も買えるってもうダメだ。ということでやっていきましょう。で、今日はお野菜、まあ、ちょっと根菜類入れようかなと思ったので大根と人参を使います。うん、ごぼうとか入れても美味しいですよね。 いいね。であとは、まあ、煮えやすい方に分けたんですけども豆腐と長ネギ、こっちは先に入れてこっちは後で入れていきます。では早速作っていきましょう。もう今日はねさばきがほとんどないんでこっちいきます。今日はかなちゃんがいっぱい飲むと想定して 1.5リットル 1.5 リットルの酒粕汁、うん、もう体温まりすぎちゃって困っちゃうよ。750リットルね、もうありがとうこれを、まず火にかけて沸騰させていきます。いってみて、鮭の酒粕汁。私ちょっとアナウンサーになろうかしら。なんかいいじゃん、東京過去曲みたいな感じ鮭の酒粕汁ジオウがもはやそこじゃないところも噛んでるから自分ができるで沸騰する間に鮭をちょっと処理していきましょうかね。これ鱗ついてるものだったら鱗取ってくださいね。で、鮭ってこの骨がね気になるのでちょっと骨だけ先に外しておきましょう。もうお魚好きな皆さん分かりますね、骨のついてる位置。ここ腹骨、ここにさ大きいさ骨がついてるんだよ。こことここね。であとはここの血合骨とここにね難しい名前、上唇頸骨っていうのが鮭にはあるんですよ。ここの中にこういうやつ、かっこいいね、うん、これはねピンセットで抜くことできるんだけど火入れてから抜いてもらった方が抜きやすいんだけどね、うん、ここに本当 2,3 本だけ切り身だと入ってます。それ取っとけばもう一切骨なく食べれるのでおすすめです。じゃあ沸騰してきたのでまず野菜だけ入れておきましょう。でこれで、根菜にね火が入るまで少し煮ていきます。で火が入ってきたら今日はねちょっとお手軽に顆粒だし使っていきます。これを大さじ1杯入れます。でこの間に今日酒粕を 50g 用意したんですけど、
このね、だし汁で伸ばしておきます。お湯の方が伸ばしやすいので、ボウルかなんかにね、こう入れてね、熱い、こんな感じで少しね、溶かしておきます。このだし汁の中で溶かしていきます。そうすると酒粕がすごく溶けやすいので、この後がね、むちゃくちゃ楽になります。あのお味噌みたいに溶いてもいいんですけどね。鮭をこの間にね、食べやすい大きさに切っておきます。一口サイズぐらいかな。はい、じゃあ今からこれ長ネギを入れておきます。あとお豆腐も、これ本当は厚揚げ入れると美味しいんですけどね、油揚げとか今日なかったので、なんもないんでね、うちの冷蔵庫。豆腐を入れます。さあ今から鮭を入れていくんですけども、まあ、汁物に入れるときどうしても臭みがね、広がっちゃうので、まず霜降りっていう作業をしますね。皆さんもうご存知だと思います。熱々のお湯をお魚にかけていく。これ皮目の方にちょっとまだ鱗なんかがね、残ってると、この霜降りの段階で取れるので、全部の目にかかるようにしてあげてください。ザルでやるとね、楽だよね。ザルに入れてこうお湯の中ジャボンで、うん、はい、 OK です。これ焼いた鮭でもいいもんね。うん、美味しいと思う。香ばしくなるよね、うんうん。じゃあかなさん、いい感じですね、これ。ありがとうございます。じゃあ鮭を、鮭粕を入れていきます。鮭粕のいい香りがする。じゃあ主役入れていきますね。よし、これでじゃあしっかり鮭に火が通るまで待ちます。じゃあ仕上げにお醤油をね、少しだけ足して味整えますね。じゃあこれで火を止めて完成です。おもり。よし、じゃあ盛り付けていきます。わあ、すごい。うわあ、鮭たっぷり。秋鮭の鮭粕汁完成です。じゃあ完成しました。いただいていきます。今日かなちゃんもありますから、ね、ありがとうございます、はい、じゃあいただきま す。いただきます。秋鮭の鮭粕汁、もう言えた。はい、練習しましたから。うん、素晴らしい。じゃあ乾杯。乾杯。あ、美味しいね。美味しい、美味しい。あ、美味しいな。なんか落ち着くな、最近丸を飲むと。うんうんうん、本当にね。いただきます。いただきます。すごい。鮭の脂が浮いとるね。でしょ？うん、鮭はね、あれですよ。アスタキサンチンが入っているので、アンチエイジング効果があります。そこも、はい、そこも強調する。アンチエイジング、ね、いただきます。おいしい。あ、おいしい。しみる。めっちゃおいしくない？おいしい。これさ、本当にサモンって帰ってきて家で出てきたらもうさ、やばいね。惚れる？惚れるっていうか、惚れてるから帰るんだけど。ああ、そう。言わしてもらえばね、男みたいな。幸せだね。なんか私、いい奥さんになれる気がしてきた。頑張ろう。うん、うん、なれるよ。もうみんなが欲しい欲しい言うて。何よ？奥さんに。酒粕汁？うん。あ、私よ。うん。どこに？奥さんに欲しい欲しい。でもね、みんな忘れちゃいけないよ。あさなちゃんを奥さんにもらうということは、私が妹でついてくるからね。
なんで嬉しいんじゃん。それだけは覚悟しといてもらわないとね。どういう覚悟を言うの？分からんけど鮭の味？ん？油が乗ってて、やっぱもう旬だからね。うん。ただこの鮭単発で食べるよりこの酒粕汁と一緒に食べた時がすっごい幸せ。なんだろう、こうみんなが引き立て合ってる感じ。全然臭みもないしね。ないね。あれですね、霜降りですね、うん、そう、霜降りの効果が出てる。これ締めにさ、ご飯入れてもいいね。うん、最高。でかもうこれとご飯で十分ね。これでつまみ飲めるんだけど、うん、最後ご飯食べたい。美味しい。うん、おー、そうそうそう、さっきかなと待ってる間にね話したんだけど、うん、次はこの鮭の酒粕鍋を作ろうかなと思ってます。あ、違う、鮭の酒粕しゃぶしゃぶ新商品サブサブですよ。もうやめよう、終わろう。ということで今日は秋鮭を使った酒粕汁を作ってみました。ほんと簡単ですね。皆さんぜひぜひチャレンジしてみてください。すごい温まるしね、お酒にも合うし、丸にも合うし、ご飯もね欲しくなっちゃうぐらい、朝ごはんにも食べたいな、うん、そんな一品です。ぜひ秋ちょっと肌寒くなってきたので試してみてください。レシピは概要欄にありますのでそちらもご覧ください。でまだチャンネル登録されてない方はこの後チャンネル登録のボタンも押しておいてくださいね。ということでまたご覧ください。バイバイ。さよなら。かなもちゃんと手振ってる、うん、全力全力でね。まる